試合展開によっては勝てるのも全然想像できますけどね。チャンスはあるなっていうイメージはある。こう夢見てた舞台なんで、もう当たってくだけじゃないけど、やりきって日本のサッカー人気とかも考えるとね、ワールドカップでいい結果残さないと。でもそもそもどこから記憶あるかじゃない、ワールドカップの。ワールドカップの記憶とか俺南アフリカしかないですけど。ああ、だよね。来るか富安。入りたいね。入りたいね。入りたいね。入りたいな、末っ子。ジョーダンは末っ子。シントトロイデンの末っ子。南アフリカでしょ。俺は日韓の記憶がギリギリあるぐらい。日韓とか日本でやってたってすごくない、普通に。だって覚えてんな。南アフリカが一番イメージあるのは。そうだね。あのやっぱ代表人気もすごかったんじゃないですか、あの時は。本田さんがやっぱすごかったし。そうだね。まあ負け方も PK 負けで惜しかったし。ああ。あれ最後相手どこでしたっけ？パラグアイ。パラグアイか。やっぱフリーキックっすかね、俺は圭介さんの。俺もあのフリーキックだな。フリーキックって2点入ったっしょ。2点入った。本田さんと遠藤さんのフリーキック。うん。そのイメージしかないっすね。そうっすね。確かに最後 PK 負けて。ね。で、ナーの次は？いや、ブラジルの記憶全然ないっすね。ブラジルあれじゃない？ドログバさんにやられたやつっすよね。ああ、そうか。本田さんが速攻先制入れたけど。コートジボワール、1-2逆転されたやつ。1-3？ 1-2？ あとコロンビアとか。そう。はい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 。ハメスだ。ハメスが良かった時っすか？ハメスすごかったな、あの時ね。でこの間がつい最近のこの間が初めて生でずっと見てたかもしれないです。ヨーロッパだ、ヨーロッパいたし俺。俺はずっとベンチにいたんで。一番近いところで見れてた。一番初観戦してましたね。ずっと。でもなんか雰囲気やっぱ全然違うらしいですね。なんか俺はハッサンと喋ってて、ワールドカップはやっぱ独特の雰囲気あるって言ってましたよ。なんか逆に。本当のファンがあそこにスタジアム埋めないじゃないですか。あ、まあそうだね、行けないし観光で来てる人たちだから。リーグとかだったら本当のファンがいっぱいいてすごい雰囲気だけど、またワールドカップはちょっと違った雰囲気って、ね、みんなエンジョイしてる感じはあるね。そうだから雰囲気としては、うん、まあ独特は独特だったと思う、うん、っていう感じで言ってましたけど、うん、まああれも実際に見るのと見ないのとでは違うと思うしね。まあ俺は試合に出てなかったから、うん、まあ、試合に出るのと出ないのとでもまた全然違うけど、そこにいるのといないのとでもまた全然違うと思ってたから俺は。なんかそこの緊張感とかすごそうですけどね。まあ、そうだね、やっぱ国背負って戦ってるから、うん、それを味わえたのは良かったかなって感じだ ね。出れない悔しさはあったけど、いや個人的にはもう本当、いやもう勝ってほしいと思ってたんで、 2-0 になった時いけるかなってちょっと思ったけど、まあ、でもなんかやっぱりベルギーだし、その後めちゃめちゃ押し込まれてたからなんか嫌な感じはしたりして、であの最後の1点とかももう正直延長でじゃあどうなるかみたいなことをちょっとこう、ただなんかこう雰囲気的にみんな考えててベンチとかは、それであのカウンターでやられてたったんで、でもなんか衝撃、衝撃。延長なったら勝てる感じしなかったっすよね。まあそうね、あのゲーム展開的には厳しかったけど、あのセットプレーで最後一発入ったらなぐらいでしたよね、うん、その可能性はあったし、でもあのカウンターはマジでめっちゃ鮮明に覚えてるけど、めっちゃ早かったっす、俺はその後に行ったんで、ベルギーに。大地もその後に来てる。そう、俺は国内にいたんで、その時はベルギーの選手いないっしょ、まあ、ほぼ海外でやってるから。まあでもなんか縁は感じましたけどね、個人的には。だってベルギーに負けて、その後にベルギーのチームからオファー来て、ベルギーでプレーすることになったんで。今気づきましたけどね、俺。嘘でしょ。確かに。まあ行ってないからな、そのなんか多分全然違うと思うよ、まあ、行ってないからね、本当ファンと一緒っすもんね、俺とかに。まあそうだよ、テレビで要は見てたっていうことでしょ、もうだから組み合わせはどうかじゃない。組み合わせは俺らはドイツでやってるから、名前はすごいなと思ったけど、ぶっちゃけなんかブンデスでやってるからさ、別にドイツはああドイツねみたいな
でスペインはさ、まあ俺らがちっちゃい頃のもう完全世代の国じゃないですか、テキタカでさ、ね、憧れてた。そうだね。でもスペインもヨーロッパリーグでやってるから俺。確かにね。でまああの国はさ、良くも悪くもさ、もうその国のさスタイルがあるじゃないですか。そうだね。うん。そのもう今の現代サッカーとちょっとかけ離れてるというか、もうよテキタカは絶対やめないし、だから良くも悪くもあの国はいいところが強みだし、それが何ストロングじゃなくなってるというか。それはあるね。だからフランクみたいな、そうああいうゲーム展開に持っていけるのはすごい理想だと思う。そうだからまあ名前はすごいなと思うけど、全然、まあ、チャンスはあるなっていうイメージはある。うん、チャンスはあると思うし、あの一時のさ優勝した時ほどの凄さないじゃないですか今。ドイツもさスペインもだから、うん、まあなんかそんなに嫌だなっていう感じはしないですけど、ワールドカップだからどこと当たっても強いじゃないですか。いやそうそう、俺もそこはあんまり変わってないというか、やるなら強いとこでやりたかったし、ドイツスペインのグループ中継で見ててあここに入ってほしいなみたいな思ってたぐらいなんで。でもそれはでもヨーロッパでプレーしてるからそういう感覚だと思うけど。それは間違いない、増えてるからねヨーロッパでは、うん、それはみんな感覚的には国内でやってるとは全然違うし、ね、俺らはブンデスやってるからね。だからブラジルとかの方が全然本当嫌っすよね、なんなら。だからなんか割とリーグだからか、バイエルンと試合しても割といい勝負できるじゃないですか、うん、さなんかもう 5-0-6-0 で負けるとかじゃなくてさ、この前引き分けた、引き分けでしょ、ホーム相手の。インメンで、そうだね、うん、俺らも1回勝つみたいな感じだからシーズン、うん、絶対勝ってるんですよ、うん、俺らは。だから全然うまくいったらまああるなっていう感じはしますよ、うん、そのノーチャンスっていう感じは全くしないです、うん、まあ、勝ち点1は全然取れてもおかしくないと思うし、全然試合展開によっては勝てるのも全然想像できますけどね、うんうん、実際韓国に負けてますからねこの間。そんなね、まあ、一番ドイツ国内で盛り上がったのは浅野さんのインタビューじゃないですか確かにそうだな今年の多分ドイツのあれじゃないですか、あの何でしたっけ、流行語大賞じゃないですか。流行語大賞なるぐらいバスリです。分かんないですか、知らないですか。知らないんだ。いやなんかそのタクマがインタビュー受けて、その組み合わせが決まった時にそのインタビュアーにハンジフリックって知ってるかみたいなことを、英語だったっけあれインタビュー、英語で聞かれて Do you know ハンジフリックって。そのハンジフリックのやっぱその発音がハンジフリックじゃないから英語っぽいかで、タクマくんがソリって言ってでもう一回聞かれたんですよ Do you know ハンジフリックって。そしたらバスイスダスって言って、でバスイスダスって What is this だから、なんだそれ、なんだよそれみたいなことで、人とも認識せずになんだそれみたいな、ハンジフリックなんだそれみたいな感じで言ってて、そう、それでドイツ国内ちょっとざわついて、めちゃ浅野はハンジフリックを知らないみたいないやあれマジでクソおもろかったっすよそのなんだこのヤパーナはみたいな、いやそうってなって、だ俺もインスタでタクマがなんかこう棒踏む買ったみたいなのをこうストーリーに上げてたから、バスイスダスって送ってあげましたうまいワールドカップとはどんな舞台かでしょ。まあみんな一緒じゃないですかそんなの言うこと、うん、まあそうだね。まあなんかちっちゃい頃ってこれも、ま、何なんですかね、なんか別に本当に夢見てるか分かんないですけど、とりあえずワールドカップって言いません、うん、言うと思う、言うっすよね、日本代表とかね。本当に現実的にワールドカップって思ったのはプロ入って1年目に試合で初めて、日本代表はどこか知らんタイミングで入れるなっていう自分で感覚があって、うん、じゃあワールドカップ目指さないとなっていう、まあその現実的な要はだから目標になるというか、そう、うん、だそのタイミングはそうだね。俺は中学校ぐらいからそのただ夢を見てるっていう意味ではワールドカップに出るっていうのは、そのなんか中学校のなんだろう、その卒業するタイミングで10年後の自分に手紙書くみたいなので、それこそワールドカップに出るとかって書いてたんですよね。それをそう去年ぐらいに俺届いた、2年前ぐらいに届いたんだけど、それ
送られてきた3年、うん、そう2、3年前。俺なんてバロンドールとか書いてましたよその時。バカみたいな夢持ってました。夢見た方がいいですよ。早々に気づきましたけどね、うん、バロンドールは無理だ。いやまだチャンスある。まあ CL 取ってね、うん、ワールドカップ取ったらバロンドールですから、ね、そうだよ。ゼロではない。1年それしたら、そう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 、本当に全てが噛み合ってね、うん、それだったらあると思いますけど、選手にとっての CL とワールドカップはだから2大というか、まあ目指す、みんなが目指してるところじゃないですか。うん、そうだ、夢の舞台というか、もう僕はずっと小さい頃からワールドカップ出たいっていうのはね、夢見てたし、選手になってもやっぱそこの目標はずっと変わらないので、うん、まあ、代表でプレーす、なんでしたいかってワールドカップ出たいから、まあそうだな、だそれぐらい大きいものではあると思うんで、まあ楽しみです。いろいろありますよね、そのワールドカップに出ることでさ、いろんなのにつながっていくじゃないですか、うん、選手のステップアップもそうだし、うん、知名度もそうだし、うん、まあ、まあみんな見てるからね、本当にそこのワールドカップで一個ドンって活躍したら、それがきっかけで移籍できる選手もいれば、まあ、もちろんね、そこはそれだけじゃないっていうのもある、難しさはあるけど、まあ日本のサッカー人気とかも考えるとね、ワールドカップでいい結果残さないと、うん、それもあるね、うん、まあだからいろんなことがもう加味してますよね、ワールドカップ、うん、すごいプレッシャーがあるとかいろんなことを言う人もいますけど、個人的にはずっとこう夢見てた舞台なんで、もう何が何でも当たって砕けるじゃないけど、やりきってその緊張感を楽しんでやれればいいかなと思いますけど、うん、